ダニエル・サラゴサは、メキシコのプロボクサー。メキシコ式シ出身。元 WBC 世界バンタム級王者。元 WBC 世界スーパーバンタム級王者。世界二階級制覇王者。1980年、メキシコ代表として、モスクワオリンピックボクシングバンタム級に出場し、準々決勝で敗退。当時は弁護士を目指していたが、 メキシコ代表チーム監督であったナチョベルスタインに誘われ方向転換し、プロへ転向。1980年10月17日、プロデビュー。1985年5月4日、30戦目で WBC 世界バンタム級王座決定戦に出場し、フレディ・ジャクソンと対戦。7R にジャクソンが頭突きによる反則を取られ失格となり、 世界王座を獲得した。1985年8月9日、初防衛戦で、ミゲール・ロラと対戦し、0から3の判定負けで王座から陥落した。1986年4月11日、IBF 世界バンタム級王者ジェフ・フェネックとノンタイトルマッチで対戦し、0から3の判定負け。百八十八年二月十九日、階級を上げ、 WBC 世界スーパーバンタム級王座決定戦でカルロス・サラテと対戦し、10回 TKO 勝ちで2回級制覇に成功した。この王座は、李翔君バレリオナチ、ポール・バンキ、フランキー・ルアルテ、ボクサン・サカエを相手に5度の防衛に成功した。1990年4月23日、6度目の防衛戦でポール・バンキと再戦し、 9回小負けで王座から陥落した。1991年6月14日、名古屋市総合体育館 WBC 世界スーパーバンタム級王者、畑中清氏に挑戦し、2から1の判定勝ちで王座に返り咲いた。1991年12月9日、ポール・バンキとラバーマッチで対戦し、3から0の判定勝ちで2度目の防衛に成功した。 1992年3月20日、3度目の防衛戦でティリー・ヤコブと対戦し、0から3の判定負けで王座から陥落した。1992年12月5日、WBC 世界スーパーバンタム級王者トレーシー・ハリス・パターソンに挑戦し、1から1の判定ドローで王座帰り咲きならず。1993年9月25日、 トレーシー・ハリス・パターソンと再戦し、7回 TKO 負けで王座返り咲きならず。1995年6月2日、WBC 世界スーパーバンタム級王者エクトール・サンチェスに挑戦し、0から1の判定ドローで王座返り咲きならず。1995年11月6日、エクトール・サンチェスと再戦し、2から1の僅差判定勝ちで38歳にして、 同階級三度目の王座を獲得した。1996年3月3日、横浜アリーナ発のボクシング工業、達吉上一郎と対戦し、11回 TKO 勝ちで初防衛に成功した。サラゴサは試合前から1996年中の引退を宣言するなどしていた。1996年7月20日、大阪府立体育会館で、 原田剛と対戦し、7回 TKO 勝ちで2度目の防衛に成功した。1997年1月11日、ウェイン・マッカラーと対戦し、2から1の判定勝ちで3度目の防衛に成功した。1997年4月14日、辰吉・上一郎と再戦し、3から0の判定勝ちで4度目の防衛に成功した。1997年9月6日、 40歳を目前にした5度目の防衛戦で当時無敗のエリック・モラレスと対戦。中盤までほぼ互角の熱戦を繰り広げたが11回こまけとなった。この試合を最後に現役を引退した。現在はトレーナーに転身し、2008年からラファエル・マルケスのトレーナーにつき、マルケスの特徴である攻撃とスピードをキープしながらディフェンスの指導をしている。 ありがとうございます。